手入れがしやすい空間にしてもらいたいと。やっぱり植物があればそんだけ手入れがかかるんで、花壇の形は生かして模様替え。部分的にこうアクセントで明確でした。効果的なので。おはようございます。今回はちょっと花壇もありますけども、できるだけちょっと手入れがしやすい空間にしてもらいたいと。今後手入れが楽になるようにこういうものを少なめにしてちょっと構成を変えていこうかなと。この花壇の形は生かしてちょっと模様替え、植物の面積も減らして、お花いっぱいつうことじゃなくして、ワンポイント的にちょっとお花を入れていくような感じのイメージで作り上げていきたいと思っております。で、植物を入れるところの面積を減らすっていう、まあできるだけもう半分ぐらい減らしていこうと。やっぱり植物があればそんだけ手入れがかかるんで、で生かしていく植物はこういうもアイビーとか、こういうハイベクシンとか、残すものはちょっと残していこうかなと思って、まあちょっとこういう電柱がこんなふうにあるんで、まあこの電池は取るわけにはいかないんで、まあできるだけその径の中に溶け込むような感じで作っていこうかなと思っております。最初ちょっと植木を全部掘り上げちゃって、いらないやつと使うやつを分けちゃいます。ただ一応向こうのコニファーは一本だけ残しますけども、はい、このそよごもちょっともう半分引っ掛けてるんで、でここ玄関前で一番目立っちゃうんで、ちょっとここはもう違う雰囲気に持っていこうかなとは思っております。それはもういらないやつですね。うん、これはもういらないということで、一個コニファーは、コニファーとソヨゴはもう使わないという。これもね、少し残しとく。こんだけ広がっちゃうんで、ワイヤープランツ、まあ毒ダミみたいなの結構覆っちゃうんですよ、勢いよく。分的にポッとあればいいんですけど、土のある状態だとこうやって、で他のこうやってもう一緒に終わってるけど成長が遅くなっちゃうんで、もうそれを邪魔しちゃうんで、追いかえぶさって広がらないように根が、まあ、そういう対策もこれを植える時には取らないと。これも中にこうやって枯れてきちゃって、で枯れてきちゃうんで、枯れたやつも取っとかないと蒸れちゃうんで、できるだけいつも同じ形ぐらいするためには枯れ葉、風通しもいいんだ。こうやってね、うわ
ガメだけ剪定しちゃって終わりにしちゃうとこうなっちゃう。まあいろいろやり方あるんですけど、刈り込みがバサリだと刃先を切るじゃん。そうするとこれ刃先切ると茶色くなるんですけど、ハサミ入れたとか。私はだよ、コニファーの場合はこう刺して中の空間を刺して燃料の感じで整えていく。だからプシッとこう面でじゃなくてガサガサっていう感じで形にしていったものはコニファーらしいと。これ普通の 木の板ですか？ん？あ、これ、ここが板。こうやって土を流したり、なんかする。抜き板を。これやっぱし、庭師に取って、整地したり、流したり、きれいにするのに、この勾配板っていうのは、必要です。次はどんなことを？次はちょっとレンガと自然石の乱張りで雰囲気を固定しようかなと。で、空間を空けてそこの空間に掘り取った植物を入れていくという形。うん、ない、これこれは白の砂利ですね。頑張りだけ張っちゃうと面になっちゃうんで、一つずつの石を強調するとこうやって入れたものは。頑張りだけじゃちょっとあれなんで、花だ、季節の花をプランターに入れて、ちょっと模様が変化するように、ちょっと土台を作ると、そのプランター自体もちょっと引き立つんです。これレンガなんで、一応レンガを使います。これはこういう形の普通のレンガなんですけど、それを3等分で、まあこういうレンガが今売ってますから。と同じようにこう12時、6時、9時、30時に置けば、あとはこんな感じこうやって変な。もうケーキのような、あとはもうこう。モルタルが飛び出てるやつを削って柔らかいうちに、で最後にもうちょっと粗く削ります。こうきちっとこうやって仕上げるのがあまり好きじゃないんで素材感を強調するためにこのモルタルより5ミリぐらいかそのぐらい出っ張らすとこのレンガの輪郭がこう出てくるんで、こうあえて私の場合は削っていきます。こう乾けば素材感が粗くなるので、あえて粗くして、そう削っちゃって、今までねじってこうピシッと出るよ。OK の。
その必要はないなと。庭のものにおいてはですね。で、最後に、やっぱり決め手は、メインが使うのも、自然石使うのも、洗い、あのスポンジで、ケージ拭くということが肝心なんですね。これで一応乱暴に石の雰囲気は終わりました。まあ残した部分、土のところに取り取った植物を植えていきます。これをどこに植えるったっけ？それ何ですか？これはほら奥さんが宮崎には植えてあったブルーベリー、ちょうどいいんじゃないかな。これあのソレージスで、前はもうこれに絡みついて、他の植木に絡みつかせてたんだけど、向こうからね、これでも巻きつける。他の植木にきつきつつないでダメになっちゃうんで、これだったらもうそんな伸びたやつを切ればここだけの毎年見れるから。それ何やってるんですか？これ鉢をあのつけたいんですよ。あの結構プランターの盗難があるんで持っていかれないように、ちょっとだけど下が水抜きがあるんで、抜けるようにちょっとでもやっあの浮かしとかないと水が吐けないと。これあのほら車止めなんかブロック用速攻性で結構強烈なんです。はい、OK、終わりました。完成でございます。一応このような感じで終わりました。
まあ大体2人で1日仕事を、ほとんど植物を半分ぐらいの面積に。で、基本的にはもう割ってた植物を利用するという形で配置しました。で、まあ大きな香木だけ、香木になるやつは、このコニファーだけ1本残して、まあこれトリスはもう、この枠内で育てるのと、一年中緑があるような状態で、まあ雑草が生えてもこの枠内で取れば済んでしまいますから、管理をしやすくということですね。まあ このお宅はバックがこういう緑の生垣がありますから、そんなに手前の方に大きな木を植える必要ないかなという感じです。ただ玄関前だけはやはりこういう、ここだけは奥様がこうやって好きな季節ごとのお花を楽しめるというコーナーにしてます。で、プランターをこのまま持っていかれるつ形が多いんですよ、実際綺麗にしてますと。ですからこれはもう取れないように接着剤をつけて固定してあります。面積で植物をこう植えて、綺麗にしているというよりも、部分的にこうアクセントで植物を明確でしたのが全然効果的なので、植栽地を半分ぐらいに一応自然灰で柄的にデザインしてやることができるので、手入れも非常に楽ですし、またお花を植えるって楽しむことにも効果的っていうか、こういう感じで非常に楽しめる空間になったと思います。そうですね、我々の仕事ってまあ1ヶ月かかるやつとか2ヶ月かかる、まあこうやって1日で2人ぐらいで仕上げる仕事も結構あるので、まあこれも我々の仕事のうちで、まあ狭い面積の中でこういう形でできる、まあ皆さんが少しでも参考になればと思いまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。